カップラーメン、ね。カップラーメンだけでそんなに金をかけようと思ったら、1日に10個ぐらい食べる必要がある。そんなに食べた日は1日もないはずだ。陽一は立ち上がると、流しに積み上げられたカップを数えることにした。捨てろよって感じですけどね。強烈に臭いが仕方ない。まあ、数えながら捨てたらいいんじゃないですか？ガサッとまとめて持ち上げると、床に敷いた新聞紙の上に広げた。よく見るとなんかあのスープ系のちっちゃいなんかワンタンっぽいのもありますね。あの持ち上げてるから小さく見えるのかな、下が。カップを保存し始めたのは、だいたい半月ほど前からのことだ。いや、それでもね、それでも相当な量になるものだ。陽一はかすかな不安を感じた。やがてその不安は現実のものとなった。半月間、時々1日に2杯のラーメンを食べることはあったが、3杯以上食べた日は記憶にはない。つまり、このカップの量は15個以上、30個以下であるはずだ。そうですね。それなのに、数えているうちに軽く100個を超えた。陽一の頭は混乱を極めた。一体こんなバカなことが許されるんだろうか。なぜ記憶には残らず、物証だけが残っているのだ。本当だね。何かの陰謀だろうか。多重人格的な。でもだとしたら痩せてんのおかしいもんね。陽一は財布の中身を調べてみた。残高は彼の記憶よりも現実の方が正しいことを示していた。陽一は電話に飛びつくと、栄養士志望の女の子の家の番号をプッシュした。番号知ってたんだ。相手はすぐに出た。どうしたの？あのさ、何かカップラーメンより安くて、同じぐらい栄養のある食事って知らない？やだな、こんな質問されたら。彼女が呆れたようにため息をつくのが聞こえた。栄養って言ったって。カップラーメンは確かに安いかもしれないけど、栄養なんて大してないよ。ひょっとして陽一くん、まだ毎日そんなものを食べてるの？そんなことしてるとガリガリに痩せちゃうよ。もう痩せている。腕は蛍光灯の光を浴びて、さっきよりも一層青白く見える。その中をさらに青い静脈が走る。彼女からはあまり有効な情報は得られなかった。仕方ない。こんなわけのわからない状況に置かれた人間はそうはいないだろう。受話器を置いたその時、突然陽一は目の端で何か動くものを感じた。なんか、いるね。影が。それは黒い影だった。最初は場違いにもムササビが飛んでいるのかと思った。およそそのぐらいの大きさなのである。天井から壁、壁から窓へと、影は6畳の狭い部屋の中で不規則に動き続けた。だが、目に見えるのは影ばかりで、実体はどこにもない。突然、影が蛍光灯を覆い、部屋が一瞬暗くなった。蛍光灯を背にしたそれの姿は、やはりムササビを連想させた。実物のムササビを見たことなどないが。陽一は、1、部屋から逃げ出した。2、それをぼんやりと眺めていた。3、影を捕まえた。影捕まえてみようか。気になるもんね。スカイフィッシュかもしんないから。陽一は影を捕まえた。というよりも、捕まえようとした。しかし、スースルした感触があるだけで、なかなか捕まえられない。やっぱ影だからね。その瞬間、影は陽一に襲いかかると、強烈なアッパーを見舞ってきた。そんなことできんの？陽一は気を失った。電子的な音だな。エンドなんかい。戻ります。どうしよっかな、そしたら。ぼんやりと眺めていた。まあ、でもアッパー食らう可能性あるから、部屋から逃げ出してみようか。交通事故合わないかな。陽一は部屋から逃げ出した。しかし、行く当てなどない。陽一は途方に暮れた。エンド、いや、雑、急に。ちょっと雑味あるなとは思ってたけど、にしてもすごい雑味強めだね。なんだこのモヤモヤは。はい、じゃあ、2を、ぼんやりと眺めていたが正解とは思えないですけどね。選んでいこう。陽一はそれをぼんやりと眺めていた。影はしばらく部屋中を飛び回ると、やがて動きが鈍くなった。なんだろう、この動き的には、動きて形的にはなんかジーニーみたいなね、ランプの魔人みたいな見た目だけど。ゆっくりと家計簿の脇に置かれた財布の周りを漂い、そして消えた。え？まさか今の影が？なんだこれは。俗に言う超常現象というやつだろうか。
陽一は恐る恐る財布に触ってみた。なんとなく影が財布の中へ入っていったような気がしたからである。このような体験はもちろん初めてである。財布の中身は幾分減っているようにも思えるし、そうでないようにも思える。目が狂っているのか、世界が狂っているのか。まあどっちでもいい。これだけ栄養失調に近い状態になっていれば、幻覚ぐらい現れても何の不思議もない。そういえばこの前鏡を覗いた時も、なんだか変だったような気がするな。そうそう、太ったり痩せたりしたんだ。確かにありましたね。いや、何言ってるんだ。痩せてるみたいに見えただけで、太ったりはしなかった。ふん、どうやら頭も少なからずやられたようだ。まあいいけど。翌日から、陽一は何も食べなくなってない。この背景気持ち悪いな。金をケチっているだけではない。食べることの意味がよくわからなくなったのだ。やばい、悟り開き始めた。毎日毎日、なんで3回も食事とやらを取らなければいけないんだ。風呂は1回なのに。おかげでその支度も含めて、1日に何時間も割かなければならない。そうだから、僕も正直料理苦手で自炊しないんですけど、何がやだって準備したりするのがね、めんどくさいって思っちゃうんだよな。まあでもやっぱ、それをね、楽しいって思える人はもう才能だし、羨ましいなって思う。まったく。食べるために生きてんじゃねえぞ。作るどころが食べることすらも嫌になっちゃった。きっぱり食事をやめてみると、身だけではなく、心までも軽くなるようだった。さっさと食事なんかやめてればよかったんだ。1日2日と少しも食欲は湧かなかった。体はなんだかだるいが穴が済んじゃった。腕は明らかに痩せ細ってきた。これ戻れんのかな？あ、体はなんだかだるいが特に問題はないんだ。はい。骨、血管、筋肉、すべての器官が標本のように皮膚に浮き上がってくる。しかし、もう見慣れた光景である。特に恐怖感は湧かない。このままどんどん細くなっていくことに、ゲームじみた感覚を覚えているぐらいだ。肉が細り切ったら、今度は骨も痩せるんだろうか。いや、骨は痩せないんじゃない？それはちょっと馬鹿げた発想だな。骨痩せってあんま聞かないもんね。大学には普段通り通っていた。友人たちは心配しているようにも見えるし、ただ気味悪がっているようにも見える。なあ、なんか食った方がええで。関西出身の友人がしつこく言う。ひどく鬱陶しい。それもこれも誰が悪いんだろう。よくわからない。そうだ、食費が高くつくのが原因だったんだ。でもなんであんなに高かったんだろう。今までそんなことなかったのに。陽一はサークルに顔を出すのも面倒になってきた。ふとあれに帰ると、いつも考えているのは同じことの堂々巡り。それも基本的には食べ物の問題である。本当にこれで良いのか。むちゃくちゃだ。部屋の中でぼーっとしていると、時々霊の影が現れる。なんだろうねこれ。今回で4回目ぐらいの登場だな。ぼんやりとそんなことを思った。今日は登場時間が長い。ふわりふわりと何の影だか知らないが、よくもまあ人の家をこんなに勝手に動き回れるものだ。陽一は急に腹が立ってきた。それで手元に転がっていたビールの空き缶を影にめがけて投げつけた。確かな手応え。そして影は天井から床に落ちて消えた。正体は相変わらずよくわからない。天井から床に落ちるなんて動きするんだね。実体があるってことだよな。もうさっきもアッパーしてたしね。影の現れる頻度はその後も日に日に高くなっていった。そして必ず財布、あるいは冷蔵庫のあたりに消えるのだ。それもパッと消えるのではなく、スルスルっと潜り込んでいくように見える。これが最近やけに食費がかかることに何か関係があるんだろうか。そうだよ。もともと食費がかかることに対してのいろいろ話だったのに、なんかもうご飯すら食べなくなるし、もう食費とかどうでもよくなってんじゃないか。影は何日間か続けて現れることもあれば、しばらく全く出てこなかったりもする。気をつけて見ていると、やはり影が財布に入っていった後にはいくらかの金が減っている。陽一自身はもう最近では飯も食わないし、外も出歩かないので、ほとんど金を使ってないのだ。時々、ふと食欲の湧くことはある。しかしもう陽一には食事を支度したりする元気はなかった。外へ出るのも面倒だから外食もしない。腕はますます細っていった。もちろん腕ばかりではない。一番驚いたのは太ももにまでも骨が浮き出てきたことだ。
片手で太ももを握ることができる。そのようなことに自虐的な快感を覚えたりした。鏡を見ると、2ヶ月前までとは全く別の別人がそこにいる。医学部あたりにでもこの顔を持っていけば、歩く標本として珍重されるかもしれない。ふふふ、なかなかいいアイデアだ。しかし珍重されてどうするのだ。飯でも食わしてもらうか。そんな必要ないのに。腕の痩せ方を見ていると、どうやら骨も細くなるものらしい。そうなの？陽一はもともと骨が太い方だった。だから骨折の経験もない。なんか、だからカルシウムが足りなくなったりして、骨がスカスカになるみたいなのはなんかイメージあるけど、骨自体痩せんのかな？どうなんでしょうね。皮膚に骨が浮き出し始めた頃も、我ながら頼もしい骨だと思って眺めていた。しかし、最近では指先でつまんだだけで折れそうなほどに細くなっている。血管は、それでもなぜか細くなることはなかった。だから陽一は骨格標本というよりも血管の標本である。むき出しに等しい骨の上を、デコボコの血管がミミズのようにのたうち回っている。このまま痩せ続けたらどうなるのだろう。体が消滅するのだろうか。体重が単調減少を続ければ、その先にあるのはゼロ。あるいは限りなくゼロに近い数値である。体重がゼロということは、この世からの消滅を意味する。肉体が消滅したら精神はどこへ行くのだろう。あるいはその精神の重さだけが限りなくゼロに近い数値として残るのかもしれない。日が経つにつれ、体中の骨はますます細くなっていった。とうとう最初にまず肋骨が消滅した。マジで。ある朝うつ伏せで寝ていて、ふと背中の皮膚が強く引っ張られるような気がして目が覚めたのだ。なんか変だぞ。妙に体が沈み込んでいる。だるい体を無理やり起こすと、胸が見慣れない風に変形していた。骨折したんだろうか。シャツを脱ぐと、陽一はそっと自分の胸を押してみた。ふにゃりと指が肉の中にめり込む。うわぁ。心臓に直接触れたような感覚に、感触に、ドキリとする。でもだって肋骨ってだってそもそも内臓を守る役割ももちろんあるだろうから、それ直接外から触れちゃうって怖くない？直接ではないか、一応間接的にかもしんないですけど。しかし驚いたことに、骨の破片を探しても見つからない。胸をあちこち撫で回してみたが、ぐにゃぐにゃするだけで期待しているようなコリコリした硬さは見当たらなかった。やはり消滅したか。溶けてなくなったか。やがて、陽一の体はあちこちがなくなっていった。腕が消えた時にはさすがに驚いた。その何日か前にはもう細い糸ぐらいになっていたのだが、それでもなぜか力だけは出たのだ。だからそう簡単になくならないだろうとのんびり構えていたのだが、ある朝目を覚ますと腕が消えていた。糸の状態ので力出るって何？謎すぎるね。腕消えちゃった。ついに力を入れようとしても手の感触が全くない。それでこれは目に見えないぐらいに細くなってしまったのではなく、消滅したのだと考えるべきだろうと思った。こうやって次々と体の部分がなくなっていき、最後に残るのはどこなのだろう。平凡だが強烈な疑問だった。最後に残る部分こそが自分のアイデンティティの中核となる部分ではないのではないか。あ、部分なのではないか。そう思った。結局のところ、最後まで残ったのは陽一の場合、目であった。意識とかどうなってんの？腕、足、腹、胸、首となくなっていき、顎、鼻、後ろ頭、そして最後に目だけが残ったのだ。陽一は目薬を買いに行った。ちょっと待って、セブします。はい、というわけで1、目薬を買いに行った。2、病院に行ってみた。3、冷静にそれを観察していた。足なくなったんじゃないの？もうだって目だけしかないんでしょ。冷静にってもう脳みそなくなってるわけじゃないのこれ。目薬買いに行こうか。陽一は目薬を買いに行った。やはり唯一残った部分ぐらい大切にしなければならない。しかし薬局に入っても誰も気づかなかった。でも目が浮いてたらね、そのうち気づくよね。陽一は充血した。エンド。なんだよこれ。面白いな。うわ、なんだ。うわ、怖い。キモい、キモい。ほんと集合体恐怖症の人しか、とか無理だよね、これね、みんな。すいませんね。そしたら病院、冷静にそれを観察じゃない。結局ね、どうせ行っても同じことになるんでしょうし。病院に行ってだって、お医者さんとか受付の人とかね、もう目がふわってきたらもうどうしようね。陽一は冷静にそれを観察していた。
だいたい2日に1つずつの割合で減っていった。陽一は徐々に自分の体が消えていくことを認識していた。認識しているどころではない。次にはどこがやられるのだろうかなどと、のんきなことを考えながら見ていた。そんな風にして、ずっと目だけは使い続けていたから、最後まで目が残ったのかもしれない。目が消えたとき、陽一の肉体は完全にこの世からなくなった。エンドじゃない。よくわからないのは、それでも陽一の精神は生き延びていたことである。陽一は、自分の肉体がなくなったことをはっきりと自覚していた。だが体がなくても、特に不自由は感じていない。まあ、脳なくなった時点で、いろいろ考えられてる時点で確かに、もうそういう存在じゃないのかもしれないですね。普通の存在では。普通の生活をしていた頃と大して変わらない。気軽な感覚で街を出歩くことができた。透明人間にでもなってしまったような気分だ。透明人間。今の陽一の状態を表現するのに、これほど適切な言葉はない。自分でも、自分の体は見えないのだが、自分の視点の位置ははっきりと認識している。それに、ドアを開けたり箸を持ったりといった日常的な行動は、昔通り何の問題もなくこなすことができた。ただ基本的な生活は昔とは、やはり随分違う。まず肉体がなくなったためか、どんなわずかな隙間にも入れるようになった。街を歩く時ももちろんだが、寝る場所もそうである。ふと入り込んだ喫茶店のマッチ箱の中で寝たりした。寝心地という概念は肉体を失ってからは不必要なものとなった。横になった気分になっていれば、ぐっすりと眠ることができるのだ。陽一は、ゴーストという映画を思い出した。ゴーストの主人公は死んでからも姿は見えなくなるものの、この世に存在していた。陽一は自分が死んだのかどうかよくわからなかった。しかし消滅したにもかかわらず、この世に存在だけはしているのは確かである。陽一が街を出歩くと、不思議なことに影だけは地面に映った。精神というものは、光学的には存在しているものなのか。影の形はふわふわした円形で、空中を漂う紙風船を連想させた。しかしこの頼りない影だけが、この世での陽一の存在を主張する唯一のものなのだ。俺の下宿に出没していた謎の影も、正体は誰かの魂だったのかもしれない。なるほどね。また皮肉なことに、肉体が完全に消滅してから、どういうわけか陽一の食欲は復活したのだった。下宿でもんやり寝転んでいても、あるいは街中をさまよっていても、腹が減って仕方がない。そのうち、とうとう我慢ができなくなり、冷蔵庫に近づき、ドアを開けてみた。あいにく食事をしなくなってから、冷蔵庫はほとんど使用していなかった。中にはまともな食料は残っていない。どうやって開けとんねんっていうね。マーガリン、マヨネーズ、腐った卵にボロボロのキャベツ。どうせ死んでるんだ。腐ったもので我慢するか。陽一は、1、ついでに冷凍庫も覗いてみた。2、しかし思いとどまった。その卵を食った。うわ、これ卵食ったらどうなんの？あの卵異常に減ってたもんね。ループしてる説。でもだったら、リアルな主人公がいないとおかしいもんね。陽一は卵を食った。そして、食中毒で死んだ。いや、おかしいだろ。おかしいだろうよ、それは。おかしいよ、精神的な存在なだけなはずなのに、なんで腐った卵で死ぬんだよ。はい。まあでも、ここまでの流れ的に、まあなんか変に動くよりも、なんか、思いとどまったり、ぼーっとしてる方がなんかうまくいってるから、2にしてみよう。しかし、陽一は思いとどまった。俺はいつから死んだんだ。いや、死んでなんかいない。ちゃんと影が残ってるじゃないか。それなのに、食中毒になったりしたら大変だ。ちゃんと買い物へ行くことにした。だが、肉体を失ってから、買い物なんてことをするのは初めてだ。どうすればいいんだろう。とりあえず財布を持って外に出た。きっと周りの通行人は、財布がふわふわ飛んでいるのに気づいたら驚くだろう。いや、その前に、そんなバカなことがあるはずがないと思って、無視されるかもしれない。かなり暗くなってきていることもあり、スーパーにたどり着くまでは、誰にも怪しまれなかったようだ。だがこっからが一番の問題である。商品をレジまで運ぶのは楽だが、どのようにして生産すればいいのだろう。陽一はスーパーの入り口に立って財布を握りしめたまましばらく戸惑っていた。その時だった。驚いたことに、陽一の近くをふわふわと漂っていく財布があった。嘘だろ。
ちょうど陽一が握りしめている財布と同じくらいの高さだった。初めて見る光景だ。財布の下の地面には明らかに財布よりも大きな影ができていた。ということは、やはり自分と似た境遇のものが財布を握っているのだろうか。信じられないが、そう考えるのが最も自然だった。まあ、自然じゃないけど自然っていうね。思い切って陽一は声をかけてみた。肉体を失ってはいても、どういうわけか発声にはしようがなかった。すいません。財布の動きが止まった。相手もこちらの姿を見て驚いているようだ。だがその先にどのように言葉を続けてよいのかわからなかった。まさかこんなところでお仲間に会うとは思ってもいなかったから、言うべきことが浮かばない。でも財布の色的にね、女性なんじゃないですか？やはり人間は死んでも影が残るんだろうか。いや、俺は死んでないはずだ。相手はどんな理由で影になってしまったのだろう。その点についてまず聞いてみようか。こちらがまごまごしていると、逆に向こうから話しかけてきた。陽一さんですか？女の声だった。え？誰？なんで知ってんの？当然陽一はぎょっとした。なんで僕の名前を？影は陽一の質問には答えず、恥ずかしそうに続ける。私のせいでこんなことになってしまって、本当にごめんなさい。え？陽一には何のことだかわからなかった。私のせいで、と彼女、かっこおそらくそうだろう、は言った。何が彼女の責任なのだ。それに、こんなことというのも何を指しているのだろうか。影は続けた。陽一さんの冷蔵庫から物を取って食べていたのは私なんです。陽一はしばらく考えて、ようやく意味がわかった。なるほど。そうだったのか。自分では食べた記憶のない食料が大量に減っていたのは、すべてこの影の仕業だったのだ。かずみと名乗ったその女性の影は詳しく話をしてくれた。それによれば、彼女もある時突然食費がかさむようになり、倹約のために食事を減らし始めたそうである。そして、みるみる痩せていった。それでもやはり食費の増加を抑えることができず、不可解に思いながらも絶食生活に入っていったということだった。やがて肉体が消滅した彼女は、陽一と同じように食欲が復活し、他人の家に忍び込んでは冷蔵庫を漁るようになったらしい。他人の冷蔵庫を漁らざるを得なかったわけはいろいろある。まず自分の収入がなくなったことだ。一般的には肉体がなくなれば、この世から消えたのも同然だから、親からの仕送りなどは途絶える。彼女の場合もまさしくそうで、買い物へ行く費用がなくなってしまった。しかし他人の冷蔵庫ばかり漁る生活というのは虚しいものらしい。自分でも何か買いたくなってくる。それで彼女は思い切って自分一人で買い物に出かけるようになったらしい。変えたのかな？買い物は工夫を要した。万引きをしてきても透明人間と同じ状態の彼女なら捕まる心配はなかった。しかし以前にスーパーでバイトをしたことのある彼女は店に迷惑のかかることをしたくはなかった。では店員に姿が見えないのにどうやって買い物をするのか。陽一にとって一番の疑問点はやはりそこだった。彼女が買い物に陽一の金を使っていたことは疑いようがない。だからこそ、陽一の手元には身に覚えのないレシートが残ることになったのである。大抵のものは自動販売機で買うことができる。だが、それではレシートは残らない。姿が見えないにもかかわらず、彼女がちゃんとレジを通っていたのは疑いない。ちょっと面倒ね。陽一の質問に彼女は答えた。彼女の説明によれば、買い物をするときに体が見えなくて一番困るのは、当然のことながらレジを通るときらしい。カゴだけが宙を飛んできて目の前に置かれても、店員は驚くだけで、精算などしようとしないからだ。彼女の取った方法はこうだった。カゴが普通に浮いてたら気づくけどな。レジですぐ前に並んでいる客を利用するのである。前の客のカゴに並べて自分のカゴを置いておく。すると店員は前の人が2つのカゴを持ってきたと思って、合わせて計算してしまう。誰も持ち主のいないカゴなどあるわけがないからである。そんなにうまくいくものかと思ったが、ぼんやりした人の後についていれば意外と成功するらしい。私、いつもあなたの後ろについていたんです。あなたにずっとつきまとって、買い物に出かけるチャンスを伺っていたの。ぼーっとしてる人認定されている。かずみのその言葉は、陽一の脳天に強烈なダメージを与えた。
俺はそんなに鈍いやつだったのか。だが同時に、これまでの数々の疑問もなくなったわけである。まあそういうわけだね。自分でちゃんと払ってるわけだから、レシートももちろん残るしね。はじめのうちは、不特定の人の後ろに並んでいたのだが、やがて和美は、スーパーで最もぼんやりしていた男として陽一を選んだ。そしてこれは便利だというわけで、買い物をしている時に限らず、常に陽一につきまとうようになったのだった。今の陽一もそうなのだが、どういうわけか、肉体を失ってからの方が食欲がある。つまり、彼はいつからか3人分ぐらいの食費を負担させられていたのだ。なるほどね。最近、陽一さんもご飯を食べなくなってしまったから、別の人に取り付き始めてるんですけど当たり前のように言うな。でもやっぱり、陽一さんほどぼんやりした人はあんまりいませんね。財布をひらひらさせながら、和美は言った。悪かったね。だけど、そういうあなただって、誰かに取り憑かれていたからこうなったわけなんでしょ？そうかもしれないわね。和美は、自分にどういう貧乏神が取り憑いていたのか知らないという。大体、自分が誰かに取り憑かれていたことに気づいたのは、自身が陽一に取り憑いてからのことらしい。僕も誰かに取り憑くことになるんでしょうかね。陽一はあまり軽い気分にはなれなかった。仕方ないでしょうね。私たちはまだ死んだわけではないんですもの。生きている限り食事はしなければならない。そして私たちが食事をするためには誰かに負担をかけざるを得ない。そういうものなのよ。陽一があれだけ必死になって金をケチっていたのも、全ては彼女のためだったというのか。馬鹿げたことだった。ところで、その財布はどうしたの？ああ、ちょっと人から借りてきたのよ。もちろん無断で。きっとそいつが彼女の2番目の犠牲者になるに違いない。そして、かつて彼女に取り付いていたやつも、今頃は次の犠牲者に食いついていることだろう。その時、カップラーメンの棚の前に佇む一人の男の方へ、彼女は財布を向けた。ほら、あの人よ。そうか、あいつもいつかは影だけの存在になるのだ。そして、やがては新たな犠牲者を求め始める。陽一は寒気を感じた。なるほどね。それで。いや、怖いな。ちょっと自分も、ね、皆さんもね、買い物してるときね、実は、いや、ピッピしてるときに分かりそうなもんだけど、まあでも確かに何も考えてない、冒頭、お会計のね、金額部分だけしか気にしてない人はあれか、まあ、一応何をピッてするかとか、一応なんか目で追っちゃうな、特になんか見て意味はないんですけど、僕は。はい。というわけでございました。面白かったね。ただ分岐のところの雑さがすごく目立ちましたね。分岐なんかね、無理やり感がすごかった。仮文章かのような、一瞬で終わったもんね。はい。というわけで無事クリアしたので、ね、また次、違う話をやっていこうと思います。どれから行こうかな。いや、ハオトちょっと怖いんだよね。ハオトはちょっと怖い。次は女嫌いか、根弱忌憚にしてみようか。根弱ってことはやっぱすごいちょっと昔の風だったりするのかな。はい。まあ、ちょっとわかんないですけど、楽しみにしていただけたらと思います。僕もすごい楽しみにね。しかも話がそれぞれなんか短いが、本当ね、鳴神学園みたいな感じで楽しめますね。はい。ということでまた次回お会いしましょう。プライムでした。バイバイ。